定年後のおっさんの寂しい一人飯。今日はバンバンジー。これはねダイエット料理にいいんですね。で今回もこの低温調理器を使います。材料はですね、鶏の胸肉、それからトマトにきゅうり、それから生姜はね皮だけ使いますね。それであとはネギ、これ白い部分と緑の部分も両方使います。で今回はですね、秘密兵器、スマホホルダー。これですね、実は台湾で息子が長期出張に行ってるんですけど、台湾で YouTube 見てくれて、親父がなんか片手でね、カメラ持って片手で料理してるからかわいそうだということでプレゼントしてくれたんですね。ありがたいですよね、本当に。まあ、定年後のおっさんはあんまり人に構ってもらえること少ないんですけど、やっぱり持つべきものは息子ですよね。さあそれでは早速作っていきましょう。はい、上からの映像どうですかね。はい、鶏胸肉ですね。これはちょっと筋みたいなとこ、それから皮、これはね取った方がいいので皮は取りましょう。それでできるだけですね、低温調理っていうのは衛生面があるので手で触れない方がいいんですね。はい、それでこう皮を取っていきます。ジップロックの中に入れます。はい、それでここにごま油、ごま油はこれ第1ぐらいですね。こんなもんですね。それであとは塩をねちょっと入れるんですね。まあ、2.5 グラムぐらい。それであとはネギ、生姜の皮放り込んで、ちょっと、うまくバランス取るような感じにしとけばいいですね。はい、こんな感じですか。ちょっと空気抜いてください。はい、これで低温調理器に入れていきます。はい、60度で1時間50分ですね。でまた例によってこの端っこは止めておきます。はい、でこの間にタレを作ります。でタレは砂糖が大さじ1ですね。それから酢が大さじ2、お醤油が大さじ3、それから生姜が、小さじ1、それからごまだれが大さじ2、ごま油が、小さじ少々、
こんな感じですね。それであとはネギをバッサッと入れますね。でかき混ぜます。最後にちょっとラー油を入れてください。こんな感じですかね。はい、ちょっと味見してみましょう。ああいいですね、ラー油効いてて。はいはい、終わりましたね。そしたらですね、これを取り出します。ですぐさま塩を投入します、ね、だいぶ小さくなってますよね。それでこれを氷水で冷やします。で完全に冷えたら冷蔵庫に入れます。30分から1時間ぐらい。はい、1時間冷やしました。おお、いい感じですね。ちょっとくっついてる生姜とかを外します。はい、でこれを切っていきます。完成です。はい、では試食してみましょう。タレもかけてね。はい、うん、しっとりして美味しいです。塩味も効いてますしね。はい、もうダイエットにもいいです。定年後のおっさんの寂しい一人飯。グー。